皆さんこんにちは、パチスロ攻略マガジンのトニーです。ここまで僕や攻略軍団の仲間たちで機種解説や、上乗せ特化ゾーンの対決などをお届けしてきたんですけれども、今回はですね、なんと僕たちが事前に仕出して発見した超役に立つ情報をお届けしていきます。それでは早速見てください。どうぞ。ゲーム13、チャンスゾーンに、当選して、そこで、当たりを引き当てた場合っていうのは5ゲーム間のですね、その後、コンプリートアタックに突入します。で、5ゲーム間のコンプリートアタックはもう当然ですね、ART が出てくるのか、超A級スナイパーラッシュが出てくるのかっていうのはドキドキできるゾーンなんですが、実はですね、それ以外にも、隠し要素があります。なので、そちらを紹介していきます。で、まず、5ゲームあるんですが、こうレバーを叩きます。で、レバーを叩いて、こう第三停止を押すまでの間に、プッシュボタンの横にありますこの十字キー、上下左右とあるんですが、この一つを押してください。今行きますね。で、今下を押したんですが、何も音が、出ませんでした。で、内部的にこうこちら、4択になっていて、その、正解の、場所と自分が押したところが一致するとズキュンという、効果音が発生します。なので、まず1ゲーム目は失敗です。で、これが計4ゲームですね。最初の4ゲーム間に行うと。で、次2ゲーム目失敗で、3ゲーム目で、今ズキューンという音が発生したので、これは成功で、4回目成功なので、今4回中2回成功したというところです。で、最後ですね、5ゲーム目、レバーを叩いて、これも第三停止を押すまでの間に、今度はプッシュボタンを押してください。プッシュボタンを押すとゴルゴ13が喋ります。いきます。で、今ゴルゴ13が、いい腕だというように言いました。で、基本的にこのようにゴルゴ13が喋るセリフはいい腕だ、もしくは要件を聞こうというものになっています。で、ただですね、実戦上をこの、ズキューンが、3回、もしくは4回成功で、その時に、さらに高設定を打っていた時っていうのは、一部で、違うセリフが発生しています。幸運はそれにふさわしい人がいい、もしくはお前がゴルゴさ、お前がゴルゴだ、すいません噛んでしまいました、お前がゴルゴだというですね、別のセリフがありますので、これらを聞いた時っていうのは高設定に期待が持てると思いますので、ぜひともですね、このコンプリートアタック中に4択をやって、何のセリフが発生するのかというのに注目してみてください。通常時に打っている時にこの、リール横にあります、今白くですね、こう点滅しているランプがあるんですが、これが、赤だったり青に、光る、点灯する可能性があります。で、なかなか点灯しないんですけれども、ポイントとしては青です。で、なんで青の時かっていうと、実戦上を、その後に、チャンスゾーン、ゲーム13に移行して、そして成功させた場合っていうのは、超A級スナイパーラッシュがポンと出てくる可能性が高まってきますので、青く光った時っていうのは粘る要素になるんじゃないかなと思います。本期最大の、見せ場である超A級スナイパーラッシュなんですが、今ちょうどですね、最後のゲームで、シングルが揃ってで、終わるんですが、残り鎖の本数をちょっと見てもらいたいんですが、で、今ですね、銃を手にしている時は絶対に俺の背後に立つな、つい手が出てしまう、お前を殺
で今ですね、まず、まあ、僕が言いたかったのは、鎖がですね残り、超永久スナイパーラッシュが終わった時に、まあ、鎖の本数っていうのは残り、まあ、何本か残るんですけれども、今僕の場合は1本でした。で、1本残ってた場合っていうのは、約 40% でストックを獲得する抽選を行っています。まあ、基本的に残り5本であろうが4本であろうが3本であろうが2本であろうがということで、残りの鎖に応じてストック個数、ストックを獲得する抽選を行っているので、1本でもですねとにかく多く鎖を破壊すればそれだけ ART のストックを手繰り寄せることができます。ちなみにそのですね、残り1本の時にストックを獲得した場合はどうなるかっていうと、この表示で全部破壊して出てくるのではなくて、裏にですね乗って出てくるという流れになっています。で、一定以上のですね、数、今13個載せたんですけれども、一定以上の数を超えるとセリフのバージョンがですねこう一気に増えるんですよ。なのでやっぱりですね、導入した後っていうのは10個20個と載せる方たくさんいると思います。その時はですね、載せたよっしゃーだけではなくて、終わった時にうんっていう風にですね、ゴルゴ13が何を喋ったかっていうのにもですね注目してもらいたいなと思います。きっと何か隠されていると思っております。さあ、そして今13個獲得したので、このようにですねレバーを叩くと、起床右にですね、G のアイコンで、色がレインボーになっています。でちょうど今13個獲得したので、10個以上獲得している状況だと、このように、G のアイコンがレインボーに変わります。そのセット数内での上乗せ個数が10個以上ですね。で、あとはですね、黒だった場合っていうのは1個以上、そして赤だった場合っていうのは2から4つ、そして金だった場合っていうのは5から9つ以上の上乗せがあったときに発生するというものになっていますので、色に注目することで残りセット数まだまだたくさんあるなっていうふうに分かります。解説動画の時も説明したんですけれども、 ART 終了後にART が終わりました。でプッシュボタンを押すとこのゴルゴ13ランプが光ります。で、光るパターンなんですが、右から左へと、光が走るっていうパターンと、左から右へと行くパターンがあります。まず2つのパターン大きく分けて、で、それらは、低速と高速の2つあります。でその速さっていうのは特に気にしなくて、今のところは大丈夫だと思います。でそれによって何を示唆しているのかというと、主に設定の偶機になっていて、右から光った場合っていうのは、偶数設定の可能性が実践上高くなっています。で左から、光が走った場合っていうのは奇数設定の方が、実践上、出現率が高くなっています。なので、偶機判別、偶機の設定推測要素として、使える要素だと思いますので、ここは覚えておいてください。で、あとですねもう一つ、実はパターンがありまして、押した時にですねここのゴルゴ13ランプと、あとはですねここですね、ここのランプも光るというものが、ありました。で、これに関しては低設定だともう全然出ないよっていうわけではないんですけれども、やっぱり高設定の方が出やすいという特徴がありますので、そこら辺に注目してですね、ぜひとも、推測していっていただきたいと思います。今 ART が、ラストです。で最後は必ず、このようにファイナルスナイプが発生して、そしてこう押すとですね、このように、セット数があった場合というのは100ゲームが出てくるというものなんですけれども、ここでですね、ポイントがあります。この画面の時にここのプッシュボタンを押してください。いいですか、ちょっと押してみますね。で、そうするとですね今ちょうどレインボーに光っています。で、この時っていうのは実践上、レインボーに光っている時っていうのは、
このあと ART が10個以上出てきたというもので、実際に今僕のこの状態としては残りストックが ART10 個以上あるので、今レインボーに光っているといったものです。でちなみに他で言いますと、色は白、青、黄色、緑、赤、レインボーという順で、青で実戦上3個出てきたこともありますので、そう考えるとやっぱりもうパチスローといえばですね、この色の順で残りストックを示唆しているのではないかなと思いますので、ぜひともですね、こう押してみてください。いかがでしたでしょうか。設定推測につながる点がですね、こういくつも隠されているわけなんですが、他にもですね、超A級スナイパーラッシュに入りやすい、状態とかがあったりするんですけれども、それに関してはですね、また別の機会にお伝えできればいいなと思っています。で、最後にですね、ゴルゴ13、パチスロゴルゴ13といえばですね、もうこれという激アツ演出をお見せしてお別れしたいと思います。それでは行きましょう。そして 30% の臆病さ。